はい、えー、それでは始めてまいります、皆さんこんにちは。これより15役合格コース、スタンダードプラス、基礎編、民法第1回目、前半の講義を担当根本の方で始めてまいります、えー。本日から基礎編の方をスタートしていきます。具体的なもので言いますと、こちら、カリキュラム図になっておりまして、本格的にはこの4月から本論編がスタートしていきます。 その前にこの基礎編というものでまず全科目を一回ししていきますでその上で4月からもう一回しする一回し目で角を作り二回し目でそれを強くしていくそのための角になるのがこの基礎編というものになりますただ名前は基礎編 と言っていますが、本当に簡単なことだけをやる。問題が解けない。そういったものではありません。この基礎縁では、例えば民法をやれば、毎年ほぼ確実に出るだろう、と思われるところに焦点を当てる。そして講義レベルとしては、もし説明した分野が本試験に出た場合、この基礎縁の内容だけで正解まで行く。もしくは二択までは絞り込める。 そこまでの情報量を提供していきます。受講生の皆さんは、これを基本的には週1回、はじめのうちは週1回3時間、途中からは週3時間、え1週間で3時間の講義を2回受けていってください。これで、ね、3末まで聞いていって、4月からの本論編でそれを強くしていきます。 これがここで行う基礎編というものになりますで。具体的に使う教材なんですが、こちら使う教材については、こちら別冊でお配りしているものになりますで。この別冊でお配りしている教材なんですが、こちらは、この合格ゾーンテキスト、こちらのもの,の抜粋になっております。まあ、こちらは、この絵を見てわかるように、あの著者が私なんですが、 え私が書いた本の中のいくつかの抜粋をまとめたのが今お配りしている冊子の方になりますでこちら実際の冊子とページ数は全く同じにしていますなので1ページ目から始まってないというのもどうかご注意くださいまたあのこちらの冊子を使ってもいいしまたこの書籍を買われてこの書籍のほうで学習されるでもかまいませんはいじゃあちょっとね まあこの辺りにしましてじゃあ復習の仕方等についてはある程度講義が進みましたら説明していこうと思いますではまずはこちらのテキストの方116ページの方を開けてくださいこちら画面の黒板みたいなものを見てくださいこれから司法書試験 民法という科目、十一科目中の民法というのはあります。この民法という科目、最重要科目です。二つ理由があります。まず、配点が、この試験で、最も高いんです。実は、民法は二十問出ますが、ものによっては。一問しか出ない、というものもあるんです。 風土比べれば明らかに民法の重,度重要度、高い点はわかると思います。11科目で一番確率の問数が多い科目です。また、丸二番。他の科目との関連が強い。例えば、この後に行う科目である不動産投法。これは民法を学習してないと、この不動産投機はもう意味がわからないんです。また、 民事訴訟法、民事執行法、そういった科目についても、民法を理解してないと、なかなか理解が厳しい科目になります。つまり、この民法という科目、これをやられてしまいますと、その二十問というところで大失点も犯すし、他のところの科目にも被害が出てしまう。そういったじ、えー、意味で、この司法省試験の最重要科目、心臓科目と、 自分は考えてますでこの基礎円ではこの民法の中で本当に毎年よく出るところそういった部分に特化してまず核を作っていくことそれをやって,きてもいこうと思いますよしじゃあ本テーマに入っていきましょうかページの方はは127ページの方を開けてくださいでそうでした えっとね、こちらの講義を聞くときに私の,、ね、私の説明と皆さんの復習ちょっと、ね、分けてやってほしいんですね具体的に言うと、えっとね、講義は基本的にこういった絵だけずっと見てきます基本的には中の文章は読みませんで皆さんはこちら画面でも自分の絵を見ながら私の説明等があればね こう、どん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 ね、書き込んでいく。いろんなメモをしていく。っていうことをやってください。で、復習時は、下の文章を読んでください。講義では、こちらにどんどんメモをしていく。そして、復習時にここを見ていく。これによって、イラストで1回、文章で2回目、ということで、2回、 知識を繰り返すことができます。できるだけやめてほしいのはね、下の文章をずっと読んで私の話をね、まあ横聞き流してしまうというのはかなりもったいないです。重要なことっていうのは、どういう知識がいるか、まあもちろんそれもあるんですけどね、それをどうやって効率よく入れるかなんですよ。講義で一回、そして文章でもう一回角度を変えて一回やっていくと、すっとどんどん入ってきます。 ですね、講義中はぜひ私も、ね、ここやってるよっていうふうに示しますのでそちらの絵を見て説明を聞くそして復習の時に文章を読むという感じで進めていってくださいよしじゃあ実際の方をやっていきましょうこちらカッコ3「好意能力」っていうところの絵を見てください未成年者を 財産被害から保護したい売買をする時は保護者を関与させなさいこの下の絵を見てくださいこちら太郎くんと思ってくださいどうもねおじいさんから遺産を相続したらしいんですよね大人がいましてそれ知ってるんですよすいませんこのペンください あーそのペンかいおこれ太郎だってことはちょっとこいつ遺産持ってっからふっかけたらいけんなあーこのペンねもう30万するよえこんなのが30万するんですかするんだよねこのね大人の渋みまあ太郎くんには分かんないかね分かるもん僕にだって分かるもん買います30万でじゃあ,ありがとう30万ね 未成年って、未成年っていうのは、この、いわゆる社会常識がないんですよ。で、社会常識がないため、下手すると、大人にいいようにやられてしまうんです。未成年、社会常識がない。大人にいいようにやられてしまう。社会常識がない。大人にいいようにやられてしまう。この未成年に、 いいようにやられた未成年が多額の債務を負ってしまうこれを何とかして防ぎたいんです社会経験のない未成年が社会経験のない未成年が多額の債務を負ってしまう これを防ぐためにどうしたかと。というと、この未成年、これに取引能力はないとしたんです。取引能力はないとしたんです。今回ね、カッコさんのタイトル、行為能力ってあります。行為能力。 これは取引能力ってニュアンスだと思ってください。行為能力。これは取引能力って思ってください。未成年には社会常識がない。多額の債務を負わせるのは酷だ。取引能力はないとしたんです。いま一度上の民法とこの絵を見てください。 ルールの目的は、こちら、未成年、財産被害から保護したい。財産被害を受けないように保護したい。そのための手段、売買をするときは、保護者を関与させなさいと。一般的には、この未成年の保護者といえば、父、母、これを指します。 未成年がものを売り買いしたいという時は父母の父母を関与させなさいとしたんです128ページの絵の方に続けていきます二十八ページまず上の絵 未成年がいるある方と取引をしたいこの場合は事前に「父母から同意」「いいよ」っていう OK をもらいなさいともうちょっと具体化しました次の絵を見てくださいなあ父さん父さんどうしたんだいあのある方からバイクを買いたいんだよね おーどのバイクだいうんこのバイクなんだけどおおいい感じですよこうえこれいくらぐらいするんだうんこれなんだけどさ45万で買おうと思ってんだバカかお前これ45万しないぞ嘘まあいいよやられてるぞやめてこい分かった父さんそのに父さんやっぱバイク買いたいんだよお前いいか減にしろよと、うん、ただちょっと見てくれるこれもうまあ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 いい感じやけどまた45万とかなんだろいやそれがさこううまくいったら5万でいいって言ったの よくやってんじゃねえかオッケーいいよいいよはいこんな感じでねよいしょ売買とかしたければまず事前に父母にお伺いを立てるんですやりたいっすでそのと父母の方から「OK だよと」とで OK をもらってこの未成年が「 買いますと申し込みをするはいこれが同意という関与の仕方なんですこれ未成年が保護される財産被害から保護されるって分かるかなああの親は普通の人親はバカじゃないこと前提にしてというのは これ、契約内容が悪ければ同意しない契約内容がよければ同意するという形になるのでこちら不利な契約多額のサインを負わされるという事態にはならないわけですよこれが関与の仕方の同意という方法です 実はもう一個あるんです。これがね、関与の仕方の一つ目。そしたら。関与の仕方ね、もう一個あるんです。二つ目の関与の仕方。 これはね。未成年、父母、父母が代わりに契約に行っちゃう。父母が代わりに契約に行くってパターンなんです。下の絵を見てやってください。お父さん、お父さん何だい？あのこのバイクを買おうと思うんだけどさ、これこの値段で買ってきていいかねと。 誰から買うんだ、うん、あのー、三丁目の田中さんから「ちょっとねあの人これうまいんだよ」うん「うまいねいいよなんかオプションとかオプションとか変なのつけられてねガってなっちゃうよ」え「えそうなの父さんが言ってきてるからちょっと寝,寝て待ってなさい」「うん分かった父さんこんなような感じでねこんなような感じで未成年がいかず 父母が代わりに申し込む。父母が代わりに申し込む、はい、で、これも未成年の保護になるんですよ。未成年は社会常識がない。大人にいいようにやられてしまう。一方、父母、大人であればね、鹿じゃないこと全然ね。 バカじゃんいこと前提で行きました。交渉する普通の契約になるはずです。はい、このような形で未成年を財産被害から保護しようとする、これが行為能力というお話なんです。ちょっと繰り返しになりますが、ちょっとメモ等もしてみましょうか。もう一回、127ページ。 こちら売買するときは、父母を関与させなさいと、この関与というのは具体的には2つ、同意という方法と代理という方法、この2つがあるってことね。 問題はね、この未成年が、ちゃんとこのルールを守ってやればいいんですよ。守んなかった場合、どうなっちゃうかってことなんです。はい、それが今度はテキストの方、百二十九、百二十九の方になります。 129の絵の方を見てください。ここなんですが成にがいる。 ある方からバイクを買いたいでもなんか契約内容を多分親に見せたら「親がダメって言うだろうな「いいや買いちゃえ」同意がもらえそうもない同意がもらえそうもないってことでこの未成年は勝手に行っちゃったんですよ。行ってしまって「すいませんバイクをくださいああいいですよ」という感じで契約になってしまったんです。 勝手に能力がない、この未成年が売り返した場合、これは一体どうなるのかと、これが次の絵です。これね、未成年から相手へは債権、まあ、引き渡し債権でしょうか、相手から未成年には債権、代金債権でしょうか。 少なくともこちらねこの契約は有効なんです勝手にやったとしても勝手にやったとしてもこの契約は有効ですただし ここで、ね、父母にはね取り消し権っていうのが発生します。でこれはキャンセルできる権利契約自体を キャンセルなしにできる権利契約などをキャンセルなしにできる権利と思ってくださいそういったキャンセルの権利が発生しますどういうことともうちょっと膨らませましょう次のページの絵を見てください120130ページの絵ですおやおいたろう ああそこにあるバイクは何だえな何そんな知らないよあの草むらにあるやつだよ父さん帰り見たよ庭においちゃんのはああごめん実はバイク買っちゃったどこよったの四丁目の田中さんからいくら買ったの30万で買って来週払うことになってる お前な、あのバイク三十万するわけないだろ何をやってんの、お前は。だって買いたかったんだもん。もう、言わかった、分かった。もうちょっと父さんが何とかしてくるから、ちょっともうお前もう家にいってください。分かったよ。次の家。田中さんですか。おお、どうされました。あたちゃん、たな、太郎の親なんですが。おお、で、何の用でしょうか。あの、お宅からのバイクを買ったと聞いたんですが。ああ、そうですね。あの、買われましたけど。これ。 高すぎませんちょっとね、納得できないんで、これはキャンセルさせていただきます。はいもうこれね、バイバイ、なかったということにさせてください。え、ええー、これね、伝えるだけでいいんです。キャンセルさせてください。いや、そんなの応じませんよ。通りません。 一方的に向こうにキャンセルだって伝われば、キャンセルになります。繰り返しますね。キャンセルさせてください。いいですよではなく、キャンセルしますからね。キャンセルしますからね。じゃあねでいいんです。はい。で、このキャンセルしますからねって言うと、じゃあ何が起きるのと。 はい、と言いますとね、ちょっとこちらに書きますとね、ここの、今回ね、この父母が、ちょっと色変えます、ごめんなさい、取り消しってことをしたとします。 するとね、この取り消しによって、ここがなくなるんです。ここがなくなるんです。ちょっと見づらくなってますが、次のページのね、真ん中の絵を見てください。取り消し後の法律関係ってところです。 この状況はね、効力が何もない、効力が起きてない。ということで、無効になります無効と言います。 はいで、このように取り消してことをすると有効だったのが無効になるもっと言えば色付けなくていいですよ多額の債務を負っていたとします多額の債務を負っていたとしますその多額の債務から 債務がなくなる。多額の債務から解放されることになるんです。大元の発想は財産被害の保護です。同意代理があれば別に問題なし。同意代理でやってしまうこともある。社会常識がないから、そういうことをやる可能性もある。 その場合でも、キャンセルってことができるようにして、キャンセルってことができるようにして、多額の債務から解放されるようにしている。多額の債務から解放されるようにしている。とにかくね、大元の考え方ね、これ、財産被害の保護っていうのを頭の上の方に置いといてほしいんです。 と,いうことで、えっと、勝手にやっちゃった有効でもキャンセルかければ無効にできる有効でもキャンセルかければ無効にできるじゃあこれ、ね、この無効にした時っていうのは一体いつから無効かちょっと細かいんですがそこまで見ていこうと思います次の絵を見てくださいこちらの方の絵になります ちょ,っとじゃちょっと日付を入れましょうか例えば、ね、5月の1日に売買契約をするでおや <coughs> で親にばれて5月20日に親が取り消しキャンセルをしたとしましょうか5月1日に売買親にばれて20日にキャンセルをしたと。 で、この場合、え、これキャンセルすることによって、契約は無効、契約はない、契約がない状態になります。で、これね、正確には、20日からなしになる、ではなくて、訴求的に無効、訴求、前に戻る、前に戻る、っていうニュアンスなんです。 1>, 1日に戻って無効になる一日に戻って無効になるもうちょっと言いませんこれ1日に売買をするこれは有効で20日に取り消すで20日から契約がなかったでは済まないんです 1>, 1日から契約はなかった1日かから契約はなかったとつまり一度も売買なんてしていなかった一度も売買なんてしていなかった一度もそんな不当な契約はやってなかった。 一度もそんな不当な契約はやってなかったと処理をし直すんです繰り返しますね5月1日に売買をするその時点ではとりあえずは有効ですで20日に取り消しってことをするこれによって20日から契約がなかった えと 20, 日えー、20日までは契約があって、そこからなくなったではなく、初めからそんなのはやってなかったと。初めからそんな契約はやってなかったと。そんな不当な契約は初めから結んでなかったと。という形にしている。本当ね、未成年を強く保護しようとしてるんですね。 はいじゃあ、以上のところまでを条文を見て確認していこうと思います。131ページえ。このテキストの定裁ですが、この,あのピンク色で塗っている、この定裁の場合は条文だと思ってください。実際の民法の条文がこちらに、ね、載っていると思ってください。 条文読んでいきましょうか1未成年者が法律行為をするにはその法定代理人の同意を得なければならないただしとからは後で説明しますえ保護する手段は同意と代理この2つがありますで こちらね。未成年者が法律行為をする。未成年者自身が交渉をしたいと。未成年者自身が動きたいと。言うよう場合は、これは同意の方法になります。代理だった場合は、親の方が行為をする。親の方が行為をする。 ということなんで、こちら、自分で動くときは同意がいるっていう結論です。次、2項。全項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる、キャンセルができると言ってるんですが、ちょっとこれ、重要な点がありますね。それが、ここなんですよ。 でできるって言いましたんですキャンセルしなければならないではないんですキャンセルするかどうかは自由なんですね えー、ちょっと思いませんでしたあの例えば先ほどのねページの129ページで129ページね勝手に売り買いをしたらね勝手に売り買いをしたら有効だよで有効だけど取り消しできるよ有効だよでも取り消しできるよって言ったじゃないですかいや保護って考えるんだったら保護って考えるったら無効でいいんじゃないかと保護って考えたら無効でいいんじゃないかと なんでとりあえず有効にしてキャンセルっていう方法を取つのは初めから無効でいいんじゃないのと。初めから無効でいいんじゃないのと。財産被害の保護ですよ。おい太郎、なんで、とじゃんあそこにあるバイクどうしたか勝手に買っちゃった。いくらで買ったんだ ?4000 円。うそ うん、あのおじさんちょっとうまいこっちがうらいいってたらうおってうまくいっちゃってさ4,000ちゃった <laughs> よくやったよ,よくやったお前これね契約内容次第なんです未成年の財産被害を保護したいんですだから契約内容が問題ない契約内容がいいんだったらそのまま放置なんです 契約内容がいいんだったら、そのまま放置。一方、契約内容が未成年にとって不利な方向だと。契約内容が未成年側に不利な方向だと。そういう場合は、取り消してなしにする。キャンセルかけてなしにするってことだね。 どだけどとにかく財産被害の保護というところからすべてのルールが作られているんですよ131ページの方に移ってください131131。13 こちらのポイントってとを見てください。でちょっとね書き足していきましょうか129ページの方にちょっとね書き付け,付け加えしていって129。12 これねキャンセルできる権利、キャンセルできる権利、取消権、これを持つのは親だけではないんです。これね、未成年自身、未成年自身もこれねキャンセルできるんですよ。キャンセルできる権利があるんです。なので、 こちらね、今ね、この画面の方は親が取り消しているという形にしていますが未成年が取り消す未成年が取り消ということもありなんですね。でしかもです、ねえっと、131ページの方に戻っていただきたいんですが。 この部分ね。同意はいりません。未成年が物を買いたい、物を売りたい、何か行為をする場合は、親の同意が必要です。ですが、それをね、キャンセルする。やっちゃったものをキャンセルする。 このやっちゃったものをキャンセルするような場合はこれ同意がいらないんです。キャンセルするとどうなる無効になる。債務から解放される。キャンセルすれば無効になる。債務から解放される。 はいってことで、このキャンセル行為無効になるこれは未成年にとって有利なことなんです。 財産被害から保護できる有利なことになりますなので財産被害の保護が図れるためこれ同意はいりませんっていうことで、ね、もう何度も何度もくどくなって申し訳ないですがすべてが未成年の被害これを防ごうっていうところから作られてるのね それを防ごうってところが使われてるから取り消した場合は債務から解放されて被害がなくなるよなあじゃあ勝手にやらせても問題ないよなこれねとにかく店の保護っていうのがね,ちょね頂点にあるってことねはいじゃあねページの方は次のページの方に行きまして132ページ で、ここにね、覚えましょうっていうような表記を入れてます。これがあった場合は、このね、表自体、こうね、隠してしまって言えるようにしてほしいんです。ここね、今左側に赤,赤文字でしょで右の方が白抜きでしょえ、紙でも手でもいいです。右側の白抜きの部分を紙かなんかで隠す。手かなんかで隠す。 そして隠したところがこういう意味、こういうのが入っている、こういうのが入っていると。これを言えるようにしてほしいんです。繰り返すと、ね、この覚えましょうというものに関しては積極的に、ね、暗記作業をしてほしいんです。隠していって、隠していって、ね、それが言えるか言えないかってことをね、自分で宣言してほしいんです。一言一言句同じ必要はないです。一言一句同じ必要はないです。ただ、スパッと出るようにしてほしいんですよ。 これ,ねあのー、これから勉強する方、戦う相手は、ね、3年、4年、5年勉強をしている人と戦います。正直言えば、一生懸命一年やったらね、彼だと知識量では勝てません。知識量では絶対勝てません。じゃあね、どうやって彼を出し抜いて一発で受かるかと。それはね知識の 精度ですいかに知識が素早く出せるか鋭く出せるか瞬時に出せるか正確に出せるか長く勉強してる方は、ね、いっぱい知識はあるんですがどんどん、ね、その知識がだんだん、ね、鈍化するんですいっぱい入っちゃうからいろんな知識が混ざってしまってすぐ出せなくなっちゃうんですよく出るもの出ないものいっぱいあるから出しづらくなるんです 知識が少ないって方は、これを逆手に取るんです。本当によく出る点だけにしてしまって、それだけの時間、スパンと出せると。それにスパンと出せるようにしてほしいので、ぜひ、こういうとこはね、暗記作業は、ぜひやってほしいんです。で、わかるんです。自分はね、そういった暗記作業っていうのもね、考えて一個一個ね、じっくりやりたいんだって気持ちはわかるんだけど、これも、受験というね、これを勝つためには、暗記作業は絶対いるってこと。 で、瞬時に出せる先は絶対いるって絶対いこと。もうこれはされたと思ってこちらの指示に従ってくださいむしろねこれやらないっていうのはねちょっと、ね、この先いろいろ苦しいんですよなのでぜひこの覚えましょうってところね何箇所かテキスト出てきますのでそれは隠して出るようにしてってください じゃあね、ちょっと具体的にちょっと中身いきましょうはい上の段取り消し丸未成年が法律行為をするには法定代理人の同意を要する基本は同意がいるでその下同意を得ないでした行為は取り消すことができる特にこの下段を押さえてね 同意なしでやったら取り消すことができる。こう意識すてね。同意なしは取り消すことができる。これがメインテーマね。はい。一方、下、取り消し罰。次の場合は、未成年が単独で 有効にすることができる。この表現ね、単独ですることができる。もうこれ、こういう意味と思って単独でできるっていうのは同意なしでできますよと。と同意なしでできますよと。裏を返せば同意なしでやっても取り消しはもうさせないよ。同意なしでやっても取り消しはもうさせないよと。 だから、この表はね、一応、皆さん削らなくてもいいですが、メインテーマは、同意なしでした場合は基本、取り消しができるよと。下、同意なしでも取り消しができないものが3つあるよと。同意なしでも取り消しができないものが3つあるよと。 じゃあどういうものがね、同意なしだと取り消しができないのか同意なしでもね取り消しできないのかそれこれから見ていこうと思いますでこの表は後でちょっとまとめてやっていきましょうその下の方ですが こちらのカッコ1。このね、上の丸一に当たります。単に権利を得。義務を免れる行為。この単にっていうのは、ただって意味なんですよ。ただね、一般的にはね、一般的なここね、イメージで言うとね、こう思うといいです。権利を得る。 だけ義務を免れるだけ権利を得るだけ義務を免れるだけだったら独断でやっていい。権利を得るだけ義務がなくなるだけだったら独断でやっていい。 具体的には何なのかっていうとね。この。下の表の丸二っていうのを見てください。贈与を受ける。言ってしまえばね。もらうっていう場合なんです。もらう。おい太郎。なんだよ、長ち,ちゃん。あのー。庭にバイクがあって。 けどあれは何だ勝手に契約しちゃった何だとたくもういくらで買ったんだ契約書見せろごめん父ちゃん勝手に契約しちゃったそもかまかった契約しちゃったのなもっとにもう贈与契約書バイク最新型あげます太郎くんへえっ<え>うまくもらえちゃったもう

義務がなくなるだけ。権利を得るだけ。義務がなくなるだけ。だったら未成年にとって有利なことしかない。これは取り消しをさせないよ。させる必要がないよ。取り消しをさせないよ。させる必要はないよ。 そういうい意味だと思ってくださいよし、でね、ここに載っている図表のところ、×バ×が言えるようにしておいてください、ツ丸バツね。事例、売買契約の飼い主になる。これは独断でできるか、権利を得るだけ、義務がなくなるだけかと。 というと売買契約の飼い主になるよね所有権を取得できるでもね代金債務を負ってしまう代金債務を負ってしまうなんでこの飼い主になるのはこれは権利を得るだけじゃなくて債務を負うことになる 債務を負うことになるので、これは単に権利を得、義務を免れる行為にはならない。独断ではできない行為。独断ではできない行為となります。単独ではできない行為と扱われます。 負担付き贈与を受ける。で、この負担付き贈与ってどんなものかと、ちょっとこれね、次のページの方の、ちょっとここは文章を読もうかな、133ページ。 今ね、下線を引きましたが、このね、河の契約が、スタン付き贈与っていうんです。もらえるだけじゃ済まない。もらえるだけじゃ済まない。あるおばあさんの面倒を見なきゃいけない。とか、30万。 渡さなきゃいけない。このように自分も何か負担がある自分にも一定の負担があるこういうのを負担付き贈与っていいますでこの負担付き贈与というのは土地がもらえるだけじゃ済まない 負担を負う。ということから、権利を得るだけ、義務を免れるだけにはならないんですね。はい、なんで、あのね、これ、試験で、ね、贈与っていうのが出た場合、贈与ってい場合は、贈与を受けるって出た場合は、それはね、負担付きか、負担なしか。 負担つきか負担なしかというのをちゃんと見た上で丸末をつけるようにしてくださいでは133ページの方にいってください じゃあ次はね、一人で,できる行為、二つ目。こちらの図です。カッコ2。法定代理人が目的を定めて処分を許した財産を、その目的の範囲内に処分し、または目的を定めない処分を許した財産を処分する行為と。こちらね、二つ載ってます。目的を定めて許した財産。 学費で渡したお金目的を定めないで処分を許した財産こういうのはお小遣いおいたろうんでとちゃんあこれ今月の小遣いなあありがとうおいたろうんでとちゃん学費であれ使うんだろ教科書で教科書代でこれ使えありがとう これ、渡したでしょ。これね、渡したところで同意があった。渡したところで同意があったと。そう考えてください。なんで、もう同意がある状況なので、取り消しはさせないよと。もう同意があることになるので、取り消しはさせないよということになるね。 これが2つ目。じゃあ次は3つ目です。法定代理から、一種または数種の営業を許された、未成年の営業に関する行為。これ俗に、営業の許されたってことで、営業許可って言ったりします。営業許可。この吹き出し見てやってください。 おい太郎なんだよ父ちゃんおうんさうち魚とやをやってんじゃないかうんそうだねもう俺もちっちゃいとこやってるからもううん自分で何とかいろいろわかるよお前さ魚屋お前やってみたぞどうだいいのやってお前もう一人できるよお前、まあ、まだ見せんだけどなうん見せ、うん、んだけどねじゃあ一人で魚屋やってみろ分かった父ちゃんよし今日から一人やるぞいらっしゃいませおっお客さんどうですかえ今日カツオ買いたいわかりましたちょっと待ってくださいね父さん なんだいあのさ、カツオ買い取る時で売っていいかないくらであの、父ちゃんたいなんで。あいよいよ。あわかりました。どうぞ。はい。あいらっしゃいませ。サンマですかちょっと待ってくださいね。あーちょっと電話つながらない。ちょっと待って待ってですかもうちょっと待って待ってですかね。ああ、やつつつながりました。売って OK です。客が迷惑する。あのね、これでも同意がいるなんて言ったら。 お客さん側が迷惑なんですよ。客が迷惑するから、客が迷惑するから、もうこれは同意、なしでやっていい、独断でやっていいとしているんです。客が迷惑すると。 とということでちょっと前のページの132の方にちょっに戻りまして1、2、31単に権利を得、義務を免れる行為2、ここだけでもいいよ処分を許した財産を処分する処分を許した財産を処分するで、丸三 これは、営業許可っていうフレーズでいいよ、営業許可。で、丸1は、権利を得るだけ義務がなくなるだけ不利益なし、丸2は、渡した時点で同意があった。 渡した時点で同意があった。で、丸三は、丸三は、客が迷惑する。客が迷惑すると。ということで、ちょっとお時間取ります。上の方、この図を隠して宣言する作業を、ちょっとね、何度かやってみてください。どうぞ。 ちゃんと隠しししてて宣言してるでしょうかもうこれ、見ないで言えるはずです、どうぞ。こういうときにね、ちゃんと覚えた方は、ポンポンポンと3つ出るんですよ、単に権利を得、義務を免れる行為、処分を許した財産、営業許可とあの、考えて出せる、もちろんそれは分かるんです。 でも考え出と時間かかっちゃいます。覚えなきゃいけないところは覚えて出せるように絶対訓練をしてください講義中お時間がある限りはねこういった覚えましょうというところちょっと、ね、今回ほどねさすがに長くはねお時間取りません <laughs> ちょっと今回初めてってことでねちょっとお時間多めに取りましたができればねあの、えっと、10秒20秒はね,あのあね、えっと、30秒か1分はね取りたいと思いますがぜひ時間が長いとってことしても 隠して宣言するという作業はぜひ複数のときにやってくださいページは134ページに進んでくださいあただちょ,っとちょうど1時間ぐらいですかねちょっと軽い1時間軽い休憩しましょうか。 1>, 1時間20分25分あたりで大休憩で1時間ごとに、ね、ちょっと小休憩を取ると思います首を揉む、肩を揉む足を揉むなどちょっと軽いストレッチ等でもしてみてください。 後半の最後のあたり、ね、実際どういうふうな復習をすべきなのかという話は、ね、後半の最後の方でまた言いたいと思います。 じゃ、ね、134ページの表にいきましょうこれも覚えましょうという表になっていますこの図は未成年の親の権限,未成年の親の権限何ができるかここですが左2つと右2つでグルーピングするといいです 契約する前に親が何ができるか。契約後、勝手にやっちゃったら親が何できるか。まず、前の方を見てください。で、親は代理と同意ができる。契約者契約者契約たい親は同意できるし、親は代理、代わりに行くこともできる。 一方横、勝手にやっちゃった場合勝手にやっちゃった場合というのはまず一番右「取り消し」「キャンセルする」右から2つ目「追認」って言います追認追って認める何太郎勝手に買っちゃったのうんまあいいんじゃないああすいません田中さんですかあどうしました あの太郎の親なんですけど今回親、親太郎勝手に買ってますようにあ取り消しですか、いや違うんです、あのー、もうこれ,これでいいんでそのまま進めてくださいあ,ありがとうございますこんな感じであいいっすよっていうふうに認めるこれが追認ですでもちろん追認をすればもうキャンセルはできません。追認をすれば キャンセルはできません。ちょっとこの次の、次のね、理屈、論理を説明させてください。次のね、図を見てください。はい、ある太郎くんが五月一日に勝手に売り買いしました。 同意なしで売り買いしましたするとその売買は有効だけどキャンセルができる状態です有効だけどキャンセルができる状態です一方この後、ね、このたえ親の方が追認をしました5月のね 5日に追認をしましまたするとね有効で決まりになります。つまりねこれロジックはね「追認は追って認める」っていう話なんだけど理屈はね取消権の放棄なんです。 取消権を捨てちゃってるから、取消権を捨てちゃうから、もう取消しができなくなる。有効決まりになる。取消権を捨てちゃうから、もうえこちら有効決まりになる。ぜひこの発想、後で使いますんで、覚えておいてください。追認、追って認める。法的な効果は、取消権を捨てること。取消権を捨てることだと。 これからにい,いたしましょう。次のページ、135ページ。こちらの方に、ここまでの単元についての問題と軽い解説があります。これに関しては、また、えー、復習のやり方のところで説明します。また、そうしたに、2週目はここまで抑えよう。 というのがありますがここは今日の復習からは完全に外しちゃって結構です。あでごめんなさい言うの忘れたごめんなさい、えった、と。改めて134の覚えましょうちょっとこれね、隠して宣言してみてください。どうぞ。 4つね、取消し権、代理権、追認権、取消し権。代理同意、追認、取消権、ね。では、話はちょっと変えてきます。136ページ。また覚えましょうという表があります。 成、ね、年非後見人、非補佐人、非補助人という方がいます。で、この方々は、まあ、多くの方は認知症の方です。まあ、そうじゃないケースもありますが、イメージとしては認知症の方と思ってください。で、認知症の方も取引能力なしにします。認知症の方につけ込んで 高額な取引をしよううとすするそいいいった悪徳業者はいくらでもいますこういった認知の方、こういう方が食い物にならないように、未成年と同じような保護、未成年と同じような保護にするんです。取引能力はない、もし勝手にやったとしたら、キャンセルできる、もし勝手にやったら、キャンセルできるようにする。 認知症の方取引能力はない勝手にやったら取り消しでキャンセルできるようにするはいでこの認知症の方なんですがこれタイプを3つに分けてるんですね はい、でどう分けているかというとざっくり言うと認知症の進行度なんです。はい、でより認知症が、ね、より進んでいる方が左側そうじゃない方が右側そう思ってください。 で、一番進んでるタイプが、青年非貢献人というものです。意、e、義のところで言いますと、精神上の障害により、自理弁識する能力を各く状況にあって、家庭裁判所の貢献解消の審判を受けたもの。このフレーズを押さえて、各く状況、各く状況、ない、常日頃ない、常日頃ない。 えっと、もし身近で認知症の方がいらっしゃる方、まあ、その想像してください、もしいらっしゃいない方、皆さんが考える、認知症で一番度が進んでいる方、進行が進んでいる方の一回り進んでいるぐらいです、ほぼ一人では何もできません、欠く、ないのが常にと、そういう状況が非 貢献人と呼ばれる人です次真ん中非補佐人精神上障害自自理弁出能力が著しく不十分だって家庭裁判所の補佐解消の審判を受けたものないわけじゃないただレベルが低いないわけじゃないけど低い著しく不十分と このキーワードも出てます。このキーワードが出てますんで、この言葉で覚えてくださいね。一方右、非補助人。これね、たまーに危ない。普段は通常なんだけど、たまーに危ない。読みますと、精神上障害により、自理弁識能力が不十分。 各状況、一時的不十分、不十分。で、この単語は残念ながら、このまま覚えるしかないです。本番でも試験でも出てますので、この単語ごと覚えてくださいね。そして、なおかつ、すべてに共通するのがありましてね。 これは認知症の方は自動的に非貢献人、自動的に非補佐人、非補助人になるわけではないんです。認知症の方がいる裁判所に手続きを取って、すいません、非貢献にしてください、非補佐にしてください、非補助にしてください。といった手続きを取って、手続きを取って初めてそれらになるんですよ。 手続きを取って審判というのを受けて初めて非貢献、非補佐、非補助になるんですもっと言っちゃうとね大体財産がないとやらないです財産がある方が認知症になる食い物になる恐れがあるだからこういう手続きを取る逆にねあの財産がない方であれば ま,あまずやらないです、はい、で彼らは保護される側になりますでそれを保護するのは誰かとこれがここ分かるかな、えっと、未成年の場合と子供を親に当たる分この親に当たる分代理とかキャンセルとかしてくれる人 この人の名前を青年、後見人、補佐人、補助人と呼びます。保護を受ける人は、非という字が入っています。保護する側は、その非という字が入っていません。 じゃあちょっとこちらね、隠して宣言をしてみてください。 はいいありがとうございますじゃあね一番左の「成年非後見人」から見ていきますテキストは138ページまで進めてください「成年非後見人の行為能力」一番進行が進んでる ほぼ一人では何もできない方です覚えましょう取り消し丸成年非後見人の法律行為は取り消すことができるでその下成年後見人の同意を得て行った行為でも取り消すことができる ここです同意があって売り買い同意がなしで買ってきたキャンセル OK 同意をもらって買ってきたキャンセル OK ですまあある認知の方にね あのー、じゃあ、あのー、あそこに行って醤油を買ってきてって言って頼むとまあソースを買ってくるとじゃわ分かった、うん、じゃあ今度はパンを買ってきてくれるかねとおにぎりを買ってくるとあちょっとまずいなと思ってメモを渡すんですパンをこのパン買ってくるようにとで帰ってきたらねもうメモをなくしてるんです今のが私も検診の時見たんですけどね日 補佐人、真ん中のレベルの方なんです非貢献はそれより進行してます同意した行為であれば問題ないって思うじゃないですかでも同意した行為をする保証がないんです同意した行為をする保証がない同意すら忘れてる可能性あります そこで、こちら、もう同意という方法は諦めてます。ちょっと戻ってもらっていいかな。えっと、127ページ。 保護者を関与させて保護をする、関与の仕方が同意と代理がある。ですが、この成年非後見は同意しても同意通り動くとは限らない、もう同意の方は諦めてます。 とということで改めてページのほう、何ページだっけな、えっと、?138 を見てください。ちょっとこちらのほうは文章もちょっと線引っ張っちゃおうかな。その下の文章ですが、基本的には同意は無理、全部代理でやってくれと。代理で何とかしてくれと。 はい、ということでこの非貢献は基本同意はダメ。すべからく代理でやってくださいとただ取り消し罰一人で,できることもあります日用品の購入その他日常生活に関する購入行為は成年非貢献人が単独で有効にすることができるこのフレーズいいかな日用品の購入と。 私が勉強してるときは、この条文がなかったんです。だから、実はね、この非貢献に当たる方が、コンビニでってね、パンを買おうとしても断られたんですよ。断られたんです。それは、ちょっとひどすぎないかと。また、財産被害っていう観点で書いても、考えてもね、日用品購入ぐらいであれば、被害のレベルは低い。 被害のレベルは低いんです。だったら、やらせてもいいじゃないですか。こういった日用品購入なえ、こちら、日常生活に必要なもの、そして被害が少ないものであれば、独断でやらせていいよね、と。そうしたわけです。 では、このページの末尾覚えましょうの表を見てくださいはいこれですが非公権保護者の方は未成年と違って代理はできるけど同意はできない同意はできないというか、まあ、同意しても無だ 同意しても無駄なんですねはいで勝手にやってきた場合は「追認取り消し」「認める」「キャンセルする」「認める」「キャンセルする」これはどっちも許されますこのね同意権の罰が本当によく出るところです ではちょっとこちらも隠して宣言してみてください。どうぞ よろししいでしょうかねじゃあここまでといたしましょう、まあ、少し早いんですがちょっと次の単元ちょっと長いので一旦切りたいと思います一旦前半はここに終了しまして10分間の休憩になります10分の休憩に入ってください はいえー、それでは基礎編民法第1回目公安の講義にまいりますで公安はテキストの方139ページ括弧五5非補佐人の行為能力こちらからまいります認知症の方レベル間でいうと青年非後見人非補佐人非補助人とありましてこの真ん中です非補助人え非補佐人というのを見ていきましょう こちらですが、のみ同意がいるイメージなんですがね非貢献はありとあらゆる行為に同意がいる日常生活の部分ここだけいらないっていうイメージでした非貢献ね。 一方、非補佐は非補佐は基本的には同意はいらないある部分だけ13条に当たる行為だけ同意がいる13条に当たる行為だけ 同意がいるこういうイメージこの13条に当たる行為というのはこれから見ますがイメージで言うとね財産財産の処分に当たる行為と思ってほしいんですページは140ページの四角枠を見てください 13条1項の行為、同意がいる行為、同意がいる行為、基本的には財産処分と思ってください。はい、この非補佐人は認知症、えー、一番進んでいるわけではありません、ある程度のところで止まっています。 財産の管理はさせます財産の管理はさせるけど処分はさせない。財産の管理はさせないけどさできるけど処分はさせないと。管理は OK 処分はダメって思って管理は OK 処分はダメ。で処分はダメ具体的にどんなのがダメなのとっていうねあんまり細かく出ません。 えっとね、出たことがあるものでいうとね、あと,、えっと重要なものでいうと、こちらの番号でいうと、不動産、上から言ってみるかな、不動産に関する権利の特創を目的とする行為、不動産の売り替えとか、定当権を設定するとか、不動産に関するね、まあ、権利関係、権利のね、 えー、話しててくださいあとは贈与あげちゃう行為ねあげちゃう行為ねもらう方じゃないからねあげちゃう方ねあとはねこれ必要で遺産分割これは理屈でいうと相続分の処分にあたると言われてます こういった処分にたたるもの、こういった3つのものは同意がいりますよと、あとはいらないよと、はい、で13条自体は本当に細かく出たことはありませんので、処分がいるという大枠で止めといてね。止めといてね ちょっと前のページ戻れる 13, 13条1項の行為と書いてまして横ね同意権付与による行為とこれイメージなんですがイメージはねここを広げるもしくはね もしくはここについても一人できないようにしてここについても同意がいるようにして追加で求めることができるんですよいしょこのページの真ん中あたりの吹き出しの絵を見てくださいうちのおじいちゃん13条はもちろんなんだけどこれの方もちょっとできないようにできませんかねとこの方もお願いしますと っていうふうに、13条以外にも求める。それが許されているんです。といことで、13条プラスアルファって思って、13条プラスアルファ広げることができると。かつて本試験で、13条から殺匹、これはダメって言ったことになります。13条から殺匹はできません。13条から狭めることはできません。できるのは、13条は絶対で広げることです。 広げることができる。ことでき狭めることはできないよとちょっと書いときましょうかここの部分ですがプラスアルファは OK とマイナスアルファはダメ差っ引くのはダメだよと。 では、140ページ覚えましょうの表に行ってください。非補佐人の保護者。これは何ができるか。ここですが、まず一番下に注目してください。保護者の代理権。付与の審判があれば丸。別個に審判があれば丸。つまりね、ちょっと考えてね。 基本はね、ここを罰なんです。基本は代理権なしなんです。認知症がそこまで進んでません。なので、できれば本人にやらせるべき。できれば本人にやらせるべき。 だから基本代理権は与えないただ保護者側がすいません、ちょっと代理させてくださいとってことを申し立てて裁判所のほうがああまあしょうがないねじゃあ認めましょうかと裁判所のがオが OK を出していれば認められます。 なんで、基本は代理権がない。強く意識して、基本代理権はない。で、横、保護者の同意権、丸となってますが、これ、範囲が決まってるからね。範囲は、さっき言った13条に限った範囲しか同意権がないので、注意してください。 であと横同じ勝手にやった場合は取り消しができるでいいなって思えば追認もして構わないとじゃあちょっとこちらの方を隠して宣言をしてくださいどうぞ。 じゃあ次は補助の方に行きましょうページの方は今度次のページ141の方に行ってください「え非補助ほとんど一人できるたまーに怪しいと」というようなもんですこちらですが3パターンあります 補助開始の審判に加えて同意権の審判だけもらうケース代理権の審判だけもらうケース同意と代理権の審判をもらうケースこの3パターンがあります。はい、でねちょっと丸一を見ましょう同意権付与の審判でこの上位権というのはこれは 13条の一部のみですえっと13条ぴったり同じだったら非補佐を選ぶべきですそれより能力があるので能力がそれよりあるので13条の一部でしか同意対象にはできません非補佐より能力はあるので13条の一部しか 対象にできない13の女の一部しか対象にできないはいでこの場合保護者には同意権がつくそして下2つ同意を無視してやればキャンセル もしくはキャンセルもしくは認めるってことができますでこれに加えて代理権までもらうってこともできますこうすると4つ全部セットでもらえるでなおかつこの場合だったらね通常同意せずに 代理が自分でやってしまう同意せずに代理が、ね、自分でやってしまう、まあ、それが一般的だと思われますはいで実は真ん中もあるんです代理権だけ。 で、この場合だと、補助者の権能は代理権だけ。同意権がない。今まではね、13条の一部に同意権がある。勝手にやったら取り消せる。同意権がある。勝手にやったら取り消せる。ってことは、同意権がないってことは、勝手にやっても、 取り消せない、勝手にやっても取り消せないってことなんですね。ちょっと次のページ、142ページのイラストを見てください。非補助人、補助人で、右の方は代理権だけもらってる。 この場合同意見がない、同意見がない,、はい、そのため、同意見がない場合は、取引能力が完全に認められます。なので、この行為は、この場合は代理権があるから、 入りして行為できるしこっちも行為ができちゃうんですよ2人ともできてしまうって状態なんです多分思うと思いますこれなんでこんなことすんのとっていうか思ったと思います141ページ3つのメニューがありましたよね141ページ 補助開始プラス同意権補助開始プラス代理権補助開始プラス同意代理権同意代理権選べばいいじゃんと。なんで他選ぶのって思うとこだと思うんですが、実はこれ、ハードルが1個あるんです。ちょっとこれ、線引っ張っちゃってもらいましょうか、142ページの方ですが、この赤字のとこです。 実は補助開始はどの審判のパターンでも本人が OK しないと本人が OK しないとできないんです他とは違って、ね、他とは違って補助ってまあほとんど自分できるんですよそんなめ周りが勝手に非補助にできないんですおじいちゃんなんじゃ 最近ちちょっとおじいいゃん危ないよね全然危なくはない非補助に申し立っていいかな絶対嫌だわしはまだ全部一人できるできれば同意権と代理権が欲しいんだけどね絶対に断るおじいちゃんそこをなんとか絶対嫌じゃわしはまだ一人に物を買いたい,いや分かったおじいちゃん代理権だけちょうだい代理権だけ代理できるようにしてほしいのわしは売り買いできるのか 続けていい全然いいからならいいだろうもうこんな感じになってしまって同意権がもらえないってケースがありえんですねなので、理想としては、ね、あの保護者側の理想としてはこの丸3番の同意と代理権をもらいたいところなんですですが現実、ね、本人の同意本人の同意というハードルがあるため 本人の同意を得なきゃいけないという、ね、ハードルがあるため、まあ、なかなか難しいとそんなのを聞いたことがあります。なので、ね、ちょっとこちらの方にもね付け加えておきましょう。 どのパターンであっても本人の同意がいるとではこちらの表ですがちょっと暗記の作業をしてみてください。 では、話を変えていきましょう。百四十三ページの方に進んでいきます。百四十三ページ、一番下のスライドを見てください。未成年にしましょうか。保護者がいて、未成年がいる。 同意なしで売り買いをする。あ、いらっしゃいませ。はい、どうぞどうぞ。はい、どうぞ持ってください。はい、ありがとうございました。じゃあ、支払いは来週ということで。わかりました。じゃあ、引き渡しはあ、じゃあ、来週持っていくことですね。わかりました。ありがとうございました。はい、すいません。あ、1個売れたよ。あよかったね。うん、売れた売れた。誰に売ったんこの人、太郎くん。それ、未成年だよ。嘘ーうーわ、やられたわー。 同意もらったの見たねじいのいや同意書とかなかった同意なしだあれやっちゃったねうわやったよこれ太郎これ絶対取り消してくるよ絶対取り消してくるってこといやいや普通のもの売ったよでもほら店取り消しができるからさ取り消してきちゃうよいやそうとは限らないよどういうことだって取り消しはできるだけであって契約内容よかったら 妻は遂行されるよ続けられるよえってことは契約続くってことあっ向こうがいいって判断するやなダメって判断したら取り消しだよ嘘え、待って,て,て待て待って待って待っておちょっと待て,待てどうなのどうなのえっと向こうがえっと何も言ってこなければ物品を持っていくえっと取り消しって言ったら売れないああすいませんでははいあその物品ですかちょっと売れちゃった キャンセルが出たら教えてくれあ、分かりましたちょっと待って待って待って、なんでこれだけ同じ商品もう一枚売れんのだって待って待って、えっと、もし売れたんだったら彼に渡すで、売れないんだったらこっちに渡す、えちょっといいんだけどさ、キャンセルって俺からできるのどういうことだから契約したら俺の方からできるのいや、できないできないできない、向こう側、向こう側の位置だよ。ちょっと待ってよ、これこれさ、俺どうすりゃいいのよ 右側相手側取り消されるかどうか不安だこれね法律的なことを言うとこの「オツ」っていうのが法律関係が不安定になるんです。 もしね、未成年者側が何も言ってこなければ、物を持っていく。物を持っていく、金払いというふうに請求する。何も言ってこなければ、物を持っていく、金払いと請求する。で、取り消してきたらですよ。取り消してきたら、まあ別の人。別の人に売れないかってことでね。 別の人を探すことになると。これ売、ね、った方は、俺、どっちにすりゃいいのとっていうことで、このオツは、どっちに転ぶかわからないという不安定な立場に追い込まれるんですね。 でこういったオツには実は最国権というメリット最国権というね保護を与えているんです具体的には次のページ144ページのイラストを見てください 相手のオツがいる不安定な立場にいるこの時ねサイコクってでできるんですもう超ざっくり言えばどっちにするか決めてくださいどっちにするか決めてくださいとでこの保護者側が あ、分かりました、取り消しますって言えば、取り消しで決まり。あわ分かりました、これ認めます、追認しますねって言追認で決まりです。催告をする、取り消してくれれば取り消しで決まり、追認であれば追認で決まり。はっきり答えてくれればいいんですよ。 問題はねどっちにするか答えてくださいどっちにします、うん、どっちですかなんか今日はねなんかアンニュイな感じ何がアンニュイだよ答えてくんない場合なんですはい質問した格闘しない場合は追認犠牲ってあります格闘しない答えない、い答えとね。 答えてくれなかったという場合です。この答えてくれなかった場合は「追認犠牲」と「本当の気持ちは関係ない」法律の中では「追認で処理しますよ」と「本当の気持ちはもう関係ない」法律的には「追認で処理しますよ」と。 これが追認犠牲意っていうやつなんです。法的には追認で処理しますよっていう意味です。はい、で、皆さんが覚えなきゃいけないのは、この点ね。 無視した場合は追認扱いっていうところを覚えてくださいそしてもう1点ありますもう1点はね催国の矛先なんです西国の先は保護者側なんです 具体的に言うと、今度はここの部分です。この未成年者側。この未成年者側には催告ができないんです。 下の米印を見ます。公が制限能力の間は、公に対する再考はできない。未成年、非公見人には、図量能力がない。この図量能力、高度な意思を受け取る能力、高度な意思を受け取る能力と思ってください。ここでいう未成年は特に2歳児、3歳児をイメージして、非公権というのは、認知症で一番度が進んでいるでしょう。 2、3、3歳人ね、どっちにしますか、どっちにしますかって聞いても、だ、だと、たぶん意味分かってくれません。こういった彼らは、意思、高度な意思を受け取る能力がない、だから、そこにしても、無駄だ、そこにしても、無駄だって扱いなんです。 よろしいでしょうか、ね、でということで覚えるところとしては保護者に催告する無視したら追認って扱い保護者に催告無視したら追認扱いと。でね、ここちょっと入れときましょう。 能力取得前とどういうことかっていうね能力取得後は変わるんですよ。 次のページの,のスライドを見てください。ここはちょっと書き加えましょう。「能力取得ごと、うん」ちょっとやっていきますね。 えこうさんがおつと未成年の時に売買をしました。未成年の時代に売買をしました。同意なしで売買をしたんです。同意なしで売買をしたので、この未成年者側には取消権という権利があります。 で、その後、この孔が未成年から成年になったんです。あの、これスーツ着てるってわかるかなスーツ着ての。さっきのはき、さっきのスーツ着てないんですよ。未成年が成年だったんです。で、注意してほしいのは、これね、未成年が成年になったとしても、未成年時代の売買は取り消せます。 未成年が成年になったとしても未成年時代の売買は取り消せますなので未成年が成年になったとしてもね相手側の不安定な立場は変わらないんですどっちに転ぶかわからないという相手の不安定な立場は変わりません ってことで、この相手側は、どっちにするか決めてくれ。どっちにするか決めてくれと、と、催告をするんですが、今回、催告の先は、元未成年です。っていうか、親ってもう、親はもう権限失ってますね。成年になった以上、 親はもう権限を失ってます、はい。なのでこちらは未成年側に催告をするで無視した場合はどうなるかと無視した場合はどうなるかといったらこれは追認扱いです。 ここも追認扱いです。はい、以上がこちら、未成年と非貢献のケースです。 未成年の場合と非貢献の場合の処理。まあ、ってことはこれ、残った補佐と補助、補佐と補助は処理が違うってことなんですよ。145ページ。 この次のスライドは、こっからはね、非補佐と補助のケースです。補佐と補助のケース。ちょっとどんどんメモしちゃおうか。このまず、この今見てるスライドが、補佐と補助のケースで、能力、 前、能力得前。は前、い。一方、次のページのスライドが、補佐と 補助で能力取得後、これ能力取得って何かっていうと、ここね認知症だった認知症だった王さんが補佐や補助の審判を受けたの、認知あった補佐やえ認知あった王さんが補佐もしくは補助の審判を受けた。 でその、ね、認知症が改善したと認知症は改善したといった場合、ね、審判の取り消しってものを受けるんです審判の取り消し認知症は改善するその場合審判の取り消しってのを受けるんですこれが能力取得後と思ってくださいじゃあまずねこの見た今見ている能力取得後の図 146の図と、あとね、145ページの上の図、145ページの上の図、未成年のケースの能力取得後の図をちょっと比べてみてください。 同じなんですね能力取得後はこの元の本人に対してやれで無視した場合は追認犠牲この点は同じ。一方前のページ十五、百1 4 5能力取得前の図。 能力取得前の図。この145の今、四十五の今出しているスライドと、144の能力取得前の図を比べてみて。これは違う点があるんだ。 ここは同じ保護者に対してする無視したら追認犠牲保護者に対してする無視したら追認犠牲ここは同じここが違うこれが OK なんです ちょっとね、この前のページかな144ページのちょっとこの部分見てもらっていい。頭量能力がない頭量能力がないこのように処理されるのはこれは非補佐え未成年と未成年と非 貢献まででなんです非補佐と非補助は、図量能力があります。非補佐と非補助は、図量能力があります。ちょっと書こうか。非補佐であったとしても、 非補佐であったとしても、図量能力あり。だから、賽国は受け取れる。図量能力があるので、賽国が受け取れる。 ただ、債国が受け取れるってことと、判断ができるかどうかは話は別です。は、債国は受け取れるってことと、判断ができるかどうかは話は別。この、非補佐、非補助、認知症の、認知症の状況です。認知症の状況の方、債国をいくら受けても、どっちかな、どっちがいいのかなと。これ。 どっちがいいのか判断しきれない。どっちがいいのか判断しきれない。そういう場合があるわけです。そのため、これ、判断できずに無視するのはやむを得ない。判断できずに無視するのはやむを得ない。 じゃあこの場合ね取り消しか追認かどっちが彼のためになるんだろうと判断できないのはやむを得ないよねとじゃあどうするのが彼のためになるんだろうとこれは取り消しです契約状況をなしにしてあげる 契約状況なしにする。これの方が彼のためになります。債務から解放される。この状況の方がまだ彼のためになります。そこでこのケースだけ唯一、唯一取り消し規制です。このケース。 強く意識して、ほとんどは今まで全部ね、追認犠牲だったでしょでも、ここだけ唯一、取り消し犠牲なんです。でね、ちょっともうちょっと言うと、ここね、スーツ着てる人が最高級いでるの。すっぱだかスーツ着てる。 スーツ着てということでねこれこスーツを着てるこの人が催告を受けた場合これが追認犠牲一方最後にやったケースは唯一取引能力がない取引能力がない人が催告を受けてるケースです。 ここは例外的に取り消し犠牲としてるんですね。で、択一問題を見るとき、もう見る点は2つ。誰に催告してるかっていう点と、あともう1個は、無視した場合どうなるか、無視した場合どうなるかという点です。 ちょっとねこれ実際の問題そこで見てみましょうか1 4 9四十九。こちらに1番と2番という問題がありますこの1番と2番について「正しいと思えば丸違うと思ったら×」を振ってみてくださいどうぞ 見る点は誰に対して催するか。そしてもう一個はそれを無視した場合どうなるかとコーン点ね。 じゃあまず一番からいきましょう一番は状況設定をするとここ成年に達する前成年に達する前能力取得前です能力取得前は能力取得前は親に対して催告能力取得前は親に対して催告無視した場合は原則追認犠牲 で、見ますと、誰に対して催告しているかというと B に対しと親権者の B に対しているのでセーフで格闘を発しなかったと。 なので、これは、追認扱いです。追認扱いになるので、取り消すことはできない、その通り、丸と。 じゃあ、この2番です。二番ですが、特段、能力取得に関しての言葉がない。ので、おそらく、能力取得前、能力取得前と考えられます。非貢献、能力取得前だから、再告先は、保護者である、青年貢献人、 保護者である成年後見人にしなきゃいけない。A に対しと言っていてこの A は成年非後見人。ってことなので。 らがしうアウトですこの人には催告できません。頭領能力がない、この人には頭領能力がない。ということなので、こちらの方この催告自体が効力が何も出ません。 最国自体が違法な最国であるため、何の効果も出ません。だから、こちら、取り消したものとみなされる、取り消したものとみなされると言っているこの足は、誤りとなるわけです。 特にね、この採告先で間違えさせる、採告先で間違えさせるって問題が、この試験は多いです。なんで、特にこの採告先を意識して、こちらの方ね、解くようにしていってください。テキストの方はは147ページ、147ページ。 こちらの方に行きながら最後ね、えーさえー、行為能力関係の論点にいきたいと思います。21条という条文があります。制限能力者が行為能力者であることを信じさせるため、差実を用いるときは、その行為を取り消すことはできないと。 親権者、未成年者、相手、差じと。あのー、皆さんがね、例えば商売人でいたとしてねこう、商売人の皆さんに対して、2人か3人ぐらいね、売ってくれって来たとします。成人の A 君、成人の B 君、未成年の C 君。って言ったら、やっぱこの未成年って、まあ、避けるんですよ。だって、 もしこれ同意なしで来ちゃっているなんてことが後で分かったら、キャンセルとかになっちゃうじゃないですか。だから未成年って避けるんです。高額になればなるほどね、普通未成年は対象から、ね、外されるんですよ。あんまりね、未成年と取り引ってしたくないんです。未成年取り引ってしたくないんです。 じゃあそこで未成年者側はどうしちゃうかとっていうとね僕は成年者です嘘をつくんですよ未成年者と商売取引に応じてくれないそこで往々にして未成年が 自分は成人をしているっていうふうにね嘘をつくんですねそしたら相手が信じたんです嘘をつくだました嘘をつくだましたこの彼には制裁を科します その下の文章、未成年者側は取り消すことができないキャンセル権を与えないことにしたんですキャンセル権を与えないことにしたんです次の方のスライドというか絵を見てやってください制裁です こんなことする輩は制裁を加えると取り消しなんてさせないよとこれが21条の生産条文ですちょっと細かく見てくださいあのそもそも取り消し権って誰が持つっけこれは親も持てるし 本人を持てるよねじゃあこれ21を見て誰が取り消しできないっていうふうに書いてある誰が取り消しできないって書いてるこれ縛りをかけていないんですよ。 縛りをかけていないなんですつまりこのケースは2人とも取消し権が否定されますこのやらかした未成年だけでなくこれをやらかした未成年 だけでなく、この保護者側も取り消し権がない。一切未成年を解放しないぞと。未成年を債務から解放なんかさせないぞと。<laughs> す、すません。そういった意図だと思ってください。管制債で未成年を解放させないという、まあ、強い意志だと思ってください。 で、ね、ちょっと一つ言っておくとこれねこれ要件だから信じる騙せたことが要件です騙せなかった場合はこれは制裁はありません騙せなかった場合は制裁はありませんその点注意してくださいちょっと書こうかな 比較 CF 比較騙せなかったと僕は成人ですそんなことをね太郎君六社が言ったんですあーそうかいそうかいじゃ買ってあげるねありがとうございます <laughs> これはね制裁じゃない これは取り消しができますかつて、ね、平成19年にこういった論点が出たことがありますではね次のページのスライドイラストか148ページのイラストを見てください もう何年前かな、もう30年前かな、ね、間違ましたがあの、小学校6年の時まあ私も小学校の時代があったんですけどね、あの北千住ってう駅でこう、人と待ち合わせをしたんですよ。そうしましたらね、私、ま、服、あ、で待ち合わせをしましたら、なんか、かかなんかやってきまして、あ、すみません、何でしょうかあの、アンケート答えてもらっていいですか、もう全然構いませんが、あじゃあ、こちらの方まずお聞きしたいんですが、どうぞ、あのおいくつでしょうか、14です。すみません、こちらは青年からのアンケートになります。 ままたご協力お願いします、はい、って言ったらねその立った向こうの人が、ね、言ったんですよ「ち騙されたよ」と「騙してねえよ俺は騙してないよあんたらが勝手に誤解しただけだろう」とあごめんなさいテキスト戻りましょう「親権者がいて未成年がいる老け顔」 で、この人がね、僕は未成年だと言わずに申し込んだんです。僕は未成年だと言わずに申し込んだんです。言わずに申し込んだら、言わずに申し込んだら、相手側が、老け顔を見て、老け顔を見て、これは成人だ、これは成人だと、勝手に曲解したんですよ。 この未成年は制裁をかけるべきでしょうか老け顔は制裁をかけるべき。いや違うな。これ別に何も悪さしないんですよ。自分から騙そうなんていう発言はどこもしてない。なんで、これを制裁かける必要なんてないんですね。ってことで、こちらの方。 未成年者側は取り消すことができるという処理になります。で、これね、本試験側では、本試験側ではね、よくこれをね、あの、 黙秘っていう言葉を使っったりします目なんか目っていうのは刑事事件刑事がなんかねあの自分の犯罪を言わないとんかそういった黙秘権みたいなね黙を想像しますがこの黙秘っていうのは単純にここね言わないってところに引っ掛けてるのね言わないってところに引っ掛けてるのね 黙秘はさじつにならない黙秘はさじつにならないはいなのでこれは取り消すことができますよとよろしいでしょうか といったところで、えっ、ー、と1時間来ましたので、ちょっと軽い休憩をして、最後にちょっと復習との話をしていこうと思います。ちょっと軽い休憩に入ってください。だいたい1時間ごとちょっと軽い休憩をしてきますので、まあ、その間にちょっと軽い首を回すとか足もむとかしてください。 はいえー、以上がね実際の基礎編の第1回の内容になりますで実は正直ちょっと本番より早めたスピードにしてます本番はもうちょっと遅いと思いますだから多分ここまでのところで、まあ、2時間40分45分とか50分とかなってると思いますある意味今日ここまで聞いた時にねあな何となくついていけると,というんであれば もう問題なく、この講義は最後までいけます。逆に、ああ、いっぱいいっぱいかなと。って思った方はね、慣れてくれば、これ慣れてきま慣れていけばね、だんだんね、このペース分かってきます。まあえて初めにキュッとね、ちょっときつめにしております。実際本番は、俺少し楽じゃないかと。って思いますので、安心をしてください。で、その上で、ちょっとね、実際、この講義を受けたと。 どんな復習をしていくのかそしてどれぐらい復習時間をかけるべきかといった話を最後にしていこうと思います。えっと、復習としてはもうざっくり言うとね、えっと、イラストごと見るイラストごと。 イラストと自分のメモを見る。そして。同じ内容が書いてある文章を読む。イラストを見て頭に一回。文章を読んでもう一回。そして。単元ごとに。問題がついているので。問題を解いて三回目と。 ということでね、ちょっと繰り返していきましょう復習としてみる復習はイラストを見る文章を読むそして 問題を解くこれで一つの知識を3回触れてください一つの知識について3回触れてください本当に重要な論点だけに絞ってありますでその重要な論点をガチガチにしてほしいんですちょっと待ちますね イラストを見る、文章を読む問題を解くと。でこの作業を今日。 プラス、明日1回やってください。今日一1回、明日1回。 で時間の目安でいうと今日の目安としては1.5時間から2時間ただ早い人は1時間でいかもしれません。で明日の学習は 1>, 1時間から1.5時間それを目安にしてください。でただねあの多分ねこれ人によってなんですがここの部分この問題を解くところ。 これが時間食っちゃってる方はね時間食ってる方はちょっとですぐ答えを見るすぐ答えを見るっていう作業をしてくださいまたごめんなさい1個付け加えた付け加える忘れたここ暗記作業を忘れないようにね覚えましょうと。 覚えましょうと書いているスライドそこに関しては隠して宣言するっていう作業をすることで文章を読むで問題を解くでこの問題を解くところ初見では初見ではちょっと時間かかると思いますなのでちょっと考えてだめそうであればすぐ答えを見てくださいで問題の方についてはね特に×足 これツだっていうものについては何でツなのかどこがツなのかなぜツなのかどこがツなのかがね分かるようにしていますそういうとこまで見てやってくださいそこを見てねあこれがツなんだなっていうのを見,見,て,見てもらうとねもう2回目解く時は早くいくと思います で注意点をいくつか、えっと、例えば次のページねこういった令和6年ここまで狙われるっていうのがありますがここは皆さん復習から外してくださいここは皆さん復習から外してくださいまた、えっと、ちょっと行ったところで言うと失礼しました135ページ 二周目はここまで押さえよう。二周目はここまで押さえよう。ここも今日の復習では完全に外してください。こういったものを外して、読んで解く。読んで覚えて、読んで覚えて解く。読んで覚えて解く。という作業を、これ今日と明日やってください。 基礎編では、このサイクルをずっと一週間ごとやっていく。という感じです。なので一応今日と明日と言いましたが、例えばこの講義を受けているのはね、日曜であれば、例えば平日どっかのところで一回。という感じでも問題ありません。で、復習の作業としては、これで終わりだし、これ以上はやらないでください。これ以上は やらないいでください特に、ね、これ以上やらないでくれといったところで、ね、特にお願いしたいのが、ね、まとめノートを別個作るこの作業は絶対やめてください。 今の学習状況ではまとめも何もありません。まとめノートをもし作ったとしたらね、多分ね、同じことを書き写すだけになっちゃうんですよ。これはまとめになりません。時間かかるだけです。自己満足はつくんだけど、これ効果はすごく薄いです。また、これと類似するんですが、 書きながら学習するこれもおすすめしませんというか絶対にやめてほしいところです書いた方が頭に残るからそうしたい気持ちは分からなくないんですが終わんないんですよもう、ね、基礎編のレベルだったらまだできます基礎編のレベルだったらできるんですが実は、ね、これ本論編にいったら書きながらやっていくと、ね、もう絶対終わる量じゃないんです 終わるだから絶対ね書きながらじゃないと勉強できないっていうスタンスを作らないでほしいんですかつて受講生で結構ねやめた方がいいよ書かない方がいいよって言ったんだけどどうしても書いちゃう方がいたんですもう結局最後はね書こうと思っても途中で復習が終わりきれなくなっちゃうんですもう初めっから書きながら勉強するっていうスタイルをとっちゃうと書かないとダメな体になっちゃいます えどうでもなんか見るだけで頭に残んないっていうんだったらまだ言えんのは喋喋るる方方です喋る方がもっと、ね、これ頭使います頭の中に入れて出すって作業の時に、ね、喋った方が頭に残りますのでどうしても書きたくなったという方はね喋るのは止めて是非喋る方に移ってみてください。 はいこんな感じでこの基礎編の講義は聞いて復習をしていってくださいでちなみにこの基礎編このすべてが終わったところでチェックテストというのがあります主にね今回皆さんにこの教材につけているこの問題もしくはその問題 と類似する問題全く同じじゃないけどね、この問題通りのときもあれば、それ以外の問題、それをみんな、えっとね、お配りして、実際にやってもらう、まあ。ご自宅で自分自身でやることになります。で私の解説もついてますで。それを聞いて、ちゃんと知識が入ったかどうか、その確認を、これ、民法が10回、終わって復習が終わったら、 チェックテスト1回次の科目が終わったらチェックテスト1回。という感じでこちらの方の講義が終わったらチェックテストで確認すると,という作業をしていってください。はいといったところで少し早いんですが第1回目は講演しましょう。ではこんな感じでこれからやっていきます。 本日の講義の方は以上です。お疲れ様でした。